どうも、有馬義人です。春から大学生になる18歳です。6年間テニスをしていて、団体兼2位まで行けました。最近ではボクシングをして筋トレをしています。グランプリ取れるよう一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。鈴木かなたです。中学2年生の14歳です。僕は体を動かすことが好きなので、いろんなスポーツをやったことがあります。なので、これを活かして、いろいろな番組に出てみたいです。頑張るので、応援よろしくお願いします。東京都出身、21歳、菅亮斗です。現役体育会サッカー部です。僕は今、無口な空に。続きを見たい方は、ぜひショールームに見に来てください。絶対ファイナリストになるので、応援よろしくお願いします。こんにちは。中学2年生の向井明です。僕の特技は野球で、小学校1年生から野球をやり続けています。僕の趣味は音楽を聴くことで、最近は有利にハマっています。グランプリを取りたいので、応援よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。中学3年生、東京出身、井上キアラ、14歳です。特技はダンスです。特に、ジャンルはヒップホップです。このコンテストで絶対にグランプリを取ってモデルになりたいです。また、運動神経が良いことを活かして、様々な場面で活躍できる俳優になりたいです。ぜひ、応援よろしくお願いします。こんにちは、鹿島田龍之介です。埼玉県出身、19歳、大学2年生です。最近ハマっていることは、スノーボードです。家でもスノーボードの動画をよく見ています。他にも友達とオンラインでゲームをしたりしています。絶対にグランプリを取ります。応援よろしくお願いします。大塚誠二郎、14歳、中学2年生です。宮城県に住んでいます。走ることが得意で、部活でリレーのアンカーを務めています。運動は結構得意な方なので、アクションなどができる俳優を目指しています。グランプリを取りたいので、皆さん応援お願いします。町田孝也です。長野県出身の16歳です。小学生の時、水泳、テニス、サッカーを習っていました。水泳では10歳の時、泳力認定ジュニア1級を取得しました。現在はサッカーを続けており、日々トレーニングに励んでいます。将来モデルになりたいので、絶対にグランプリを取りたいです。皆さん、応援よろしくお願いします。渡辺裕斗です。年齢は20歳です。特技はバスケットボールです。将来はクイズ番組に出たいと思っています。また、ファッションモデルとしても活躍したいです。絶対グランプリを取りたいので、皆さん応援よろしくお願いします。こんにちは。静岡県出身、静岡県在住の中学3年生、14歳の山崎龍斗です。僕は179センチある身長を生かして、モデルや俳優に挑戦していきたいです。ショールームでは最近始めたばかりなんですが、毎日配信しているので、よかったら見に来てください。僕はこのジュノスーパーボーイコンテストを通して成長できたらいいなと思っています。グランプリ目指しているので、よかったら応援よろしくお願いします。バイバイ。岩本勇気、18歳。趣味のロードバイクが盗まれた埼玉県に住んでいます。盗んだ人、早く返してください。6年間行ってきた極真空手では、組手、形とともに世界3位に入賞することができました。その後もキックボクシングを行っています。また、映画がとても好きで、憧れの映画監督らと共に仕事ができるような、アクションができる俳優になることが目標です。そのためにグランプリを取りたいので、応援よろしくお願いします。吉田大成です。今、18歳の高校3年生です。神奈川県寒川町に住んでいます。今までサッカーをやっていました。友達と遊ぶときはサッカーをしたり、よく服を見に行ったりしています。絶対にグランプリを取りたいので、応援よろしくお願いします。小菅凛太郎、18歳です。
身長は177センチ、趣味はサウナに行くことです。憧れの佐野勇斗さんのようになれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。原田直之です。東京に住んでいる大学生です。大学では経営とコンピューター関係について勉強しています。趣味は料理で、特にお菓子作りが好きなので、気に入ったお菓子を試作しては友達に配ったりしています。昔から俳優になることが夢なので、今回のコンテストでは勝ち進めるよう皆様の応援よろしくお願いいたします。こんにちは、千葉真一郎です。心に一郎と書いて真一郎です。3代続く浜っ子で I love 横浜ですが、スキーが大好きです。僕の自慢は友達です。本当にいいやつばかりで、今回ジュノンをきっかけにまた素敵な出会いがあれば幸せです。よろしくお願いします。江川幸四郎、15歳、高校1年生です。福井県出身です。特技はサッカーと空手で、どちらも9年以上続けています。人前で話したりは得意とは言えませんが、この機会に自分を表現できるようになりたいと思っています。応援よろしくお願いします。それはゆうまです。18歳、高校3年生、神奈川県に住んでいます。私は11年間サッカーをやっていました。友達とはサッカーをしたり、体を動かしたりしてよく遊んでいます。私はこの応募をきっかけに自分の新たな一面を見つけ、努力を重ね、絶対にトップを取りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。脇流星です。20歳の大学2年生です。出身は大阪なんですけど、今大学の関係で千葉で住んでます。特技は13年間やってきた野球です。好きなことは友達とツーリングに行ったりするのが大好きです。絶対にグランプリ取るので応援よろしくお願いします。こんにちは、富樫より13歳です。人見知りでなかなか前に出るのが苦手ですが、そんな自分を少しでも変えたいと思いました。頑張っていきますので、皆様応援よろしくお願いします。神奈川県出身、高校1年生、小沢瀬奈です。星に南と書いて瀬奈と読みます。僕の好きなことはストリートピアノを弾くことです。今練習している曲はハウルの動く城の人生のメリーゴーランドという曲を練習しています。今回初挑戦ですが、グランプリを目指し一生懸命頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。西脇拓人です。千葉県に住んでいて春から高校1年生です。サッカーとスケボーが好きで、よく友達と集まってやっています。運動神経には自信があります。グランプリを目指してチャレンジしていくので、応援とフォローよろしくお願いします。こんにちは、神奈川県在住の牧野瑠香、15歳です。僕は身長が177センチあり、これからモデルとして活躍していきたいです。僕はサッカーが好きで、特技はアートフットボールをすることです。グランプリ絶対取りたいので、応援よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、中学3年生15歳、漆山匠です。春から新高校1年生になります。中学テニス部ではキャプテンを務めていました。人から惹かれる性格で、必ず目標は達成します。テニス部の戦績としては、世田谷区団体戦優勝、そして都大会進出、個人戦では世田谷区大会ベスト8を成し遂げました。僕は身長が178センチで、股下が85センチあります。この優れた体型を生かして、世界に通用するモデルになることが僕の目標です。応援よろしくお願いします。どうも、この度第36回ジュノンスーパーボーイコンテストに応募しました、篠田彩斗です。年齢は18歳で、群馬県に住んでます。チャームポイントはパッチリお目目と小顔なところ、あと足がね細長いところです。和太鼓を10年、
綿毛を4年やってきたということで、パフォーマンスとしてではなく、これからはエンターテイナーとしてね、いろんな人に、俳優業だったり、まあ、歌としての活動だったりマルチに行って、たくさんの人に笑顔と感動を届けられるような人になりたいなっていうふうに思っています。皆さん応援の方よろしくお願いいたします。バイバイ。こんにちは、富川リズムです。中学3年生の15歳です。僕の特技はバドミントンをすることです。休日はバドミントンをお父さんとしに行ったり、友達とどっかに遊びに行ったりしています。絶対にグランプリを取りたいので応援よろしくお願いします。前田葵です。17歳の高校2年生宮城県に住んでいます。演技をすることが得意です。よく友達とはボーリングやカラオケやダーツに行き遊んでいます。歌うことも好きなのでマルチに活躍したいです。必ずグランプリを取りたいので皆さん応援よろしくお願いします。加藤隆二です。19歳です。埼玉県出身です。特技はテニスで、趣味は映画を見ることです。将来は憧れ目標である山崎賢人さんのような俳優になりたいです。グランプリ目標に頑張るんで応援よろしくお願いします。佐藤幸太です。中学2年生の14歳です。私は実はこういったオーディションを受けるのが初めてで、とても緊張しています。趣味は歌を歌うことと食べることが好きなので料理することが好きです。最近は生姜焼きを作りました。将来は俳優やモデル、歌手など幅広く活躍できるようになりたいと思っています。一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。橋本拓夢です。20歳の大学2年生です。僕は歌を歌うのと服を見たり着たりするのが好きなので、よく友達とは服屋に行って服を見たり、カラオケに行って歌を歌ったりすることが多いです。また僕は歌が得意なので歌が歌えるモデルとして活躍したいと思っています。絶対にグランプリを取りたいので応援よろしくお願いします。菅壮太です。神奈川県在住、19歳の大学2年生です。料理をすることが好きで、最近は綺麗なオムレツを作ることにハマっています。一つでも先に進めるように頑張りますので応援よろしくお願いします。埼玉県在住、19歳、高橋輝人と言います。今はフリーで俳優とモデルとして活動させていただいております。将来は仮面ライダーを目指しています。特技はアクロバットとバスケで、休日はジムに通い自分磨きをしています。みんなで日本一を取るということをモットーに本気でグランプリを目指しています。ぜひ応援よろしくお願いいたします。16歳佐藤春樹です。僕は落語が好きなので今日は蕎麦を食べたいと思います。それではいただきます。よし、最高という感じで今蕎麦を食べましたが、僕は実のところ蕎麦よりうどん派です。たくさんの人を笑顔にできる、トークも上手なモデルになりたいです。応援お願いします。神奈川県出身、中学2年生14歳、宮本瑠衣です。特技は小学1年生からやっているバスケです。僕は体育など体を動かすことが好きなので、将来芸能界に入ったら運動神経抜群なかっこいい俳優になりたいです。グランプリを取れるように頑張るので皆さん応援よろしくお願いします。お堀相馬です。愛知県名古屋市出身、21歳の慶應義塾大学3年生です。自分はこちらのジュノンボーイの方に、影響力を持って犬の殺処分をなくすという目的を達成するための第一歩目として応募させていただいております。ぜひこの人生の目的を達成するために愚直に邁進していきますので、応援の方よろしくお願いいたします。こんにちは、吉田玲斗です。北海道のど田舎生まれど田舎育ちの19歳です。僕は小学校1年生から高校3年生までずっと野球をしてまして、それとは全然関係ないんですけど、今は音楽の専門学校でドラムの練習をしたり、音楽の勉強をしてます。
ファイナルラウンドのパフォーマンスのところでは誰も見たことないような面白いドラムパフォーマンスを考えているので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。北海道出身の春から大学生になります、18歳加賀陽太と申します。特技はフラフープで、最近ハマっていることは読書です。自分のアピールポイントである目を生かしてグランプリになれるように努力いたしますので、皆様応援のほどよろしくお願いいたします。藤戸優太です。北海道出身18歳、大学1年生です。僕の夢は仮面ライダーになることです。僕は仮面ライダーになるために誰よりも頑張って活動します。仮面ライダーは子供のお手本になるような人がなるべきだと思うので、僕は早寝早起きを心がけて6時起き10時寝にしたり、いつ子供に見られてもいいような生活を心がけて活動します。僕を応援してくれた人には絶対に後悔させません。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。本間蓮です。14歳です。札幌に住んでます。ゲームとサッカーが好きです。よろしくお願いします。北海道在住14歳の中村春久です。好きなことは K-POP を聴くことと絵を描くことです。将来は飯島ひろきさんのようなかっこいい仮面ライダー俳優になりたいと思っています。絶対僕を好きにさせますので、よろしくお願いします。牧野玲治です。札幌生まれ札幌育ち、21歳の大学4年生です。今は勉強頑張って北海道大学で大学生してます。歌を歌うのが好きで、よく友達とカラオケに行ってワイワイ楽しんでます。グランプリ取りたいと思ってるので、応援よろしくお願いします。中学1年生13歳、須藤愛希です。お願いします。得意なスポーツは水泳とスケートです。たくさんの人を笑顔にできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。林海田です。16歳、高校2年生です。北海道に住んでいます。将来は日本にとどまらず世界で活躍できる俳優になりたいです。絶対グランプリを取るので、皆さん応援よろしくお願いします。比嘉雄飛です。17歳の高校2年生です。沖縄県に住んでいます。部活ではハンドボールをし、友達とサッカーをしたりバスケをしたりして体を動かすことが好きです。いろいろなことに挑戦していきたいので、応援よろしくお願いします。第36回ジノンボーイコンテスト二次審査に通過しました佐野志音、17歳です。普段僕はハンドボール部のキャプテンをしています。スポーツをすることが好きで、サッカーをやったりバスケをやったり、たまにはスケボーをやったりします。ジノンボーイコンテスト最後まで残ることができたら、いろんな服を着て表現ができるようなモデルになりたいです。応援よろしくお願いします。こんにちは、寺崎育馬です。今年の4月で中学2年生14歳になります。部活動はサッカー部に入っています。グランプリを取るために一生懸命頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。福岡県出身19歳井上ひなたです。僕の特技はサッカーで、高校の時に本田圭佑さんの母校でもある石川県の星稜高校で副キャプテンをさせてもらい、夏のインターハイでは全国3位を取ることができました。身長が180センチあるので、こう見えてもポジションはセンターバックです。ジュノンボーイコンテストで絶対グランプリを取るので、応援よろしくお願いします。竹内陸です。13歳中学2年生です。山口県に住んでいます。趣味は友達と遊ぶことで、サッカーをしたりゲームをしたりします。身長は171センチです。僕はみんなが憧れるようなモデルをしたいと思っています。応援よろしくお願いします。14歳の中学3年生、川名圭吾です。長崎県に住んでいます。
特技は空手で、小学1年生の頃から約8年間しており、黒帯を持っています。何事にも全力で取り組みたいと思っています。グランプリを取ることを目標としているので、応援よろしくお願いします。どうもこんにちは、福岡県出身の中学1年生、中村時政です。僕が続けているスポーツは空手です。今は全国大会に向けて練習をしています。そしてグランプリになったら、みんなに好かれるモデル、俳優を目指していきたいので、応援をよろしくお願いします。ヘンテナ城志郎です。沖縄県出身の12歳です。小学生の時にバスケットボールをしていたので、足の速さとジャンプ力には自信があります。佐野岳さんのような身体能力を生かした番組に出られる俳優になりたいです。絶対グランプリ取りたいので、応援よろしくお願いします。